れができたよねっていうような強みがあれば、はい、それはですね、久しぶりだったんであんまりその思ってたこと出なかったんで、合格不合格だったらどっち出しますどうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回は合格者の方の面接をノーカットで公開するという動画になっております。エフラン大学から大手内定を3社決められた戸川さんにお越しいただいて、実際の戸川さんの面接を皆さんにお見せできたらなと思っております。今回の面接官は千葉さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして、株式会社タイタライフスピーチライターの千葉かおりと言います。ということで戸川さん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。私は大学卒業して、9月からイギリスの大学院に行くんで、現在はその準備をしております。まあ、なんで就活自体は久しぶりということで緊張してるんですけど、お手柔らかにお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回はまあまあ大きめの IT 企業を想定として面接をしていただけたらなと思います。では早速面接の方をお願いします。それではよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、改めましてですが、本日面接を担当します千葉香織と言います。私はこの会社の代表をやっておりまして、もともと15歳の頃から弁論という話すことが大好きで、その恩恵を受けてきたので今の会社を設立したというような感じです。日頃熱い思いを持ってスピーチライティングトレーニング事業をやっています。本日は面接をさせてもらうんですけれども、何かご不明点があれば何でもお尋ねください。よろしくお願いします。わかりました、はい、よろしくお願いします。それでは戸川さんも自己紹介お願いしたいです。1分程度で大丈夫ですので、はい、お願いできますでしょうか。はい、はじめまして、戸川誠也と申します。私はですね、鹿児島国際大学という大学で英文学を専攻しております。まあ、なので普段は英文学の研究をしているんですけれど、まあ英文、まあ、学生時代に頑張ったこととして、まあ、英文学で必要なので英語学習に心血を注いでまいりました。TOEIC は905点、英検は1級を所持しているので、まあ、よく読むとか聞くはできる人たくさんいますけど、私は話すとか書くというのも自信があると自負しております。まあ、そしてですね、まあ、その経験を生かして、まあ、あるウェブサービスを用いてですね、自分で教材を作ってで販売して、約10万円近くの売り上げも達成することができました。まあ、そういった経験を生かしてですね、いろんな仕事にも挑戦していけたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速気になるワードがいくつもあったので詳しく伺いたいと思っております、はい、まずはですね、いろいろ思ったことを今振り上げていただいたのですが、はい、中でその中でも最も頑張ったなと思うものだったらどれをお選びになりますか。はい、もう英語学習一択ですね。はい、ですね、はい、その英語学習を始めた期間などっていうのはいつからなんでしょうか。はい、英語学習を始めたのは、私は大学から始めたんですね。もうこれ文字通り大学から始めたんですけど、というのも、はい、私実は大学入学時センター試験受けるじゃないですか、はい、センター試験の英語が200点中20点だったんですね。はい、だからもう本当に4択なんで、センター試験って、まあ、なんで本当に0点で、本当に英語力ゼロで大学に入学してしまって、それでも大学1年生の時に、まあ、ちょっと失恋をしてしまって、はい、その時に頭が悪い人は嫌いだみたいにこう言われちゃって、それでちょっとこうなんか燃えちゃって、いや見返してやると思って英語の勉強を始めたのがきっかけで、でそこからまあずっと勉強してるんで、なんか大学期間としては大学1年生から4年生までですね。はい、ありがとうございます。はい、突っ込みづらいところがありますけれども、失礼しましたということで、はい、とはいえ、先ほど聞いた実績だと、そのきっかけにそんな極められるのかっていう感じではあったんですけれども、はいはい、当時、勉強を始めたときに、何か目標とするものとかはあったんですか。はい、いや、まあ、目標はありましたね。私の友人が、その失恋を励ましてくれたんですけど、その方が、まあ、医学部の方で、まあ、他大学の方ですけど、すごい頭が良くて、私もこの人みたいになりたいなって思ったのがきっかけで、まあ、だからその人みたいにたくさん勉強しようかなっていうのが、まあ、一応ゴールではありましたね。はい、ありがとうございます。では実際にそこから点数を上げたり、1級、はい、っておっしゃってましたっけ。
はいはい。そうですね。っていうところまでに具体的にどんな努力をしたか教えていただけますか。はい、そうですね。もちろん私先ほど申し上げた通り、全く今までやってこなかったわけですよ。なのでもちろんノウハウとか知見っていうのは全くないわけなんですね。なので私は SNS を活用して、私と同じように志を持っている人をこう集めて、コミュニティを作ってですね、そこからいろんな英語の勉強法とか、あとマインドとかメンタル面とかを聞いてですね、いろんな知見を得ました。そして実際に彼らの勉強を真似てみたり、自分でちょっとオリジナルの勉強を試してですね、試行錯誤を重ねていった結果、そういった教育とか英検の点数に達することができました。ありがとうございます。他にも何か工夫した点ってありましたか？そうですね、実は私の大学って、鹿児島国際大学であんまりいい大学じゃないんですけど、大学の先生たちってすごい頭いいんで、その先生たちにひたすら話を聞くっていうのが工夫した点ですね。もう具体的に言うと、もう授業は一番前で聞いて、うちの大学って勉強する人あんまりいないんで前空いてるんですよ。なんで私が一人ポツンって座って、そしたら先生にすぐ顔と名前を覚えてもらうんで、その後すぐこう先生のとこに質問して、その後研究室に行ってご飯を食べたりとかして、もういろんな先生の話を聞いて、その英語学習や、他の一般的な勉強とか生き方とかいろんな話を聞くことができました。ありがとうございます。もし他にも工夫があれば、もしなければもう少し深掘りしてお伺いしたいと思います。はい、英語学習の工夫ですか？そうですね、そうですね。他はですね、あとはですね、 YouTube を活用しましたね。YouTube って、ある程度これは英語ができてからになるんですけど、もう無料の英語の教材たくさんあるんですよ。というか言語って、日本語もそうですけど、ある一定のレベルを超えたら生の言語自体が教材になり得るんで、例えば YouTube で自分の好きな歌手のなんかインタビュー動画を見たりとか、Netflix とかで動画を見るだけでも勉強になりますし、そういった普段の生活に英語学習を取り入れるというのが、これも工夫の一つですね。はい、ありがとうございます。では一つ一つの工夫、少し詳しく伺っていくのが、SNS を使ったっていうのは具体的にはどういうアクションだったんですか？誰に電話しようとか、どんな話を聞こうとかっていうのは、どういった思考でこう考えていったのかっていうプロセスが知りたいです。そうですね、例えばツイッターを私は用いたんですけど、ツイッターで英語学習で実績を上げてる方ってたくさんいるので、まずこうその人をフォローして、で、フォローしていって、その人にひたすらこうアプローチをかけていくという方法を私は取りましたね。そして分からないところとか聞いたりとかで、これも一つの武器なんですけど、あまりいい大学じゃないので下から行けるんですよ。すみません、私は英語できない、センター試験20点で、英語20点であまり英語もできないんですけど、これ教えてもらっていいですかみたいな感じで行くと、心よくですね、やっぱり優しい方が多いんで答えてくださって、それをたくさん繰り返していって、そしてある程度広げるために、今度は自分の実績もこう発信するということを私はしましたね。そしたらやっぱり私のところにも来ますし、私も聞きますしといった感じで、どんどんコミュニティが広がっていくので、そういった活用を私はしました。それはご自分で発明されたというか、このやり方がいいなと思ったんですか、それとも他の人から着想を得てみたいな感じなんですか？ですね、私が自分で、やりましたね。というのも私先ほど大学に入るまで遊んでたと申し上げたんですけど、私高校時代スマホゲームにハマってまして、そのゲームがいわゆるマルチで遊べるゲームだったんですね。なのでそのマルチ の, 同じ協力してプレイしてする人を集めるためにツイッターを使ってたんですよ、高校生の時に。なんで、これを利用、こんな感じでゲームと同じようにこれを利用すれば英語仲間も集められるだろうということで、それを生かした形ですね。ありがとうございます。そしてそういった工夫を含めて905点と1級を達成するということですけども、少し意地悪な質問をすると、1級ってめちゃめちゃすごいことだと思うんですけれども、でも達成されている方も中にはいらっしゃるかもしれないと。いっぱいいます、戸川さんならでは、自分ならではこれができたよねっていうような強みがあれば、
それはですね、やっぱり、もちろんおっしゃられた通り、トイックなもう900点とか英検ってたくさんいるんですね。でも私は英語力ゼロ、本当にゼロから3年でここまで来れたんですよ。しかも私そんな英語学習好きじゃないんで、ぶっちゃけて言いますけど、なので苦手なことや未経験のものでも、まあ、チャンスといただければある程度形にできる、結果を出せるっていうのが、まあ、私のオンリーワンな一面なのかなって思います。まあ、英語できる人はたくさんいるんで、私はそこじゃなくて、もう未経験やゼロからでも結果を出せるという点が、まあ、私の強みなのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。強みを語っていただきましたが、はい、この強みをお持ちの戸川さんが、はい、将来成し遂げたいこと、はい、とかそういった仕事を通してこんなことに挑戦してみたいというものは何かお持ちでいらっしゃいますか？そうですね、やっぱり私はIT を使って英語の勉強をしてきたので、それをやっぱり私みたいなあまり今まで芽が出なかったような人たちに転用することができる、そういった仕事に従事できればなと思っております。まあ、具体的に言いますとですね、やはり IT というのも私はチャンスだと思っております。人によっては武器になり得ると思っているので、そういった世界をアップデートするため の,仕事に従事することが責務なのかなというふうに私は感じてます。はい、ありがとうございます。じゃあ伺いたいのが、すごく戸川さんは頑張ったと思うんですよ、今のお話に伺ったり、はい、あ、どうも、はい、もう実際に戸川さんと同じ境遇の方で、はい、仕方が分かんないとか、はい、ぜひあまり好きではないこと、そんなに頑張れないっていう方も一定数いらっしゃるかもしれないので、戸川さんの話を聞いた時に、はい、いや私は真似できないなと思われる方もいるかもしれない、はい、どう声をかけてあげたいって思います？そうですね、まあ、確かにそういう人って、まあ、うちの大学でもたくさんいて、私が言ってるのはもう本当にポテンシャルっていうのは誰もが持ってるっていうのをまず私は伝えたいですね。というのも私も本当に勉強が全くできなくて、もう勉強も嫌いで活字を読むのすら苦手だったんですけど、今私英文学を専攻して実は文学読んでますし、まあ、英語もできてきたんで、まず一歩踏み出してみるっていうのが大事なのかなというふうに思います。でそれって多分本人が自分のポテンシャルに気づいていないだけだと思うんですね。なんでそういった自信がない人でもまず一歩踏み出してみる、もっと小さなことでいいんで踏み出していけたら、まあ、きっと未来は開けるんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。最後にお伺いしたいことがあります。はい、先ほど、はい、英語は正直あんまり好きじゃなかったんですとおっしゃってましたよね。はい、はい、それがすごく不思議だなって思ったんですが、はい、今の時代の流れ的に好きな人に何か追求するっていうのを言われるようになりましたよね。ただ、はい、そことはすごく違う考え方をされているように思った時に、はい、トガワさんにとってのモチベーションの源泉って何なんだろうって思ったんですよ。はい、うん、そうですね、まあ、確かに英語私好きじゃなかったんですけど、その好きなことをして生きるためには多分嫌いなこともやんないといけないと思うんですよね。私多分将来もちろん仕事を、例えば仕事を好きになるためにもそれまでの過程で努力しないといけないじゃないですか。そしてその努力が必ずしも楽しいとは限らないわけですよ。なんで私の場合英語は嫌いだったんですけど、英語で本を読むことは好きだったんですね。なので苦手なあんまり好きじゃない英語の勉強も頑張れたっていう点があります。なので好きなことで生きていくっていうのはその裏にある努力、そこがやっぱり大事になってくるのかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。久しぶりの面接、戸川さんどうでしたか？いや疲れましたね、非常に。久しぶりだったんであんまりその思ってたこと出なかったんで、まあ、あまりうまくいったかわかんないですけど、はい、はい、まあ、ちょっとフィードバックを楽しみにしたいと思っております。ありがとうございます。じゃあちょっと千葉さんのフィードバックの方をお願いできたらなと思います。はい、まず戸川さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。めちゃめちゃ分かりやすかったですね。あ、いや、そう言っていただけると嬉しいです。特にどうやって頑張っていったのかっていうところ、自分のタフさといいますか、
いや、本当そうですよね。そこがね、とにかく伝わってくるんですよね。本当にすごいと思う。しかもそれをこう自分で考えて、さらには過去に好きだったものからこう着想を得ながら試行錯誤してやっていくっていうところのリアルさと、それ自体を楽しんでいたんだなっていうことがすごく伝わってきたんですよね。私もすごく楽しく話を伺いました。合格不合格だったらどっち出します？おー、まあそうっすよね。何をしたらいいのかっていうのをしっかり考えていらっしゃるということとか、何が自分にとって頑張れる源泉になってくるのかっていうのを自分自身で理解するっていうことは、これすごく大切なことだと思うんですよね。まさにそれが言語化されていたなと思いました。逆に改善するポイントとかがもしありましたら教えていただきたいです。嬉しいって言えばっていう感じになってしまうんですけれども、経験が特殊だからこそ、もっともっと戸川さんの内側に秘めているものを知りたかったなっていうのはありましたね。一つ一つを的確にお伝えできるからこそ、戸川さんってじゃあ3つも入るまでどんなことを考えていらっしゃったのかなっていうような、そこまで会話できるともっともっと戸川さんの魅力っていうものえっと、それはなんか本心みたいな感じですか？本当に内側に秘めていく本音みたいなことですかね？それにも近いですし、いきなりその大学で熱が入った理由があったと思うんですよ。でもそれまではいろんな大変なことがあっても熱が入らなかった自分がいたと思うんですよ。この違いは何だったのかなっていうのはすごい気になりました。それを面接官が知ることができれば、ちなみに千葉さんの専門分野である伝え方とか話し方の部分は、戸川さん今回どうでしたか？とっても分かりやすかったです。会話量がすごく適切でしたね。確かにそうですね。戸川さんは私が質問したいなと思うタイミングでしっかりと止めてくれたので、すごく会話がしやすかったです。戸川さんって面接対策どんぐらいしたんですか？具体的にはどういうことをしたかっていうのは視聴者の方も知りたい人多いと思うので。そうですね、まあ、一般的な対策ぐらいだと思います。ただコミュニケーションは、実は英検1級の2次試験が英語で面接なんですね。その時に1ヶ月間朝の9時から5時までずっとやってたんで、多分その経験が生きていたのかなというふうに思いますね。それ生きてますね。バダレというか1ヶ月間毎日朝からね、夕方までしてたら、はい、高田さんどこでもやってきますね。ありがとうございます。戸川さん、イギリスの大学に9月に行くと思うんですけど、その後とかも定期的に旬のやりに出ていただけたら、はい、いやもうぜひ大学院卒業したら多分また就活しないといけないんで、今後からもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということですね、本日出演していただいた千葉さんと戸川さんのツイッターや会社の概要は下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。私の会社の会館はスピーチスクールグッドスピークというものをやっています。内容と話し方、表現力などを網羅的に学ぶ数字になります。もしご興味をお持ちの方がいらっしゃれば、検討までお越しください。すごい慣れてますね、やっぱり。バー踏んでますね。千葉さん。何をおっしゃいますか。ということでですね、興味のある方は下の概要欄からお願いします。ということで本日皆さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。